おはようございます。これより本日の会議を開きます。白木和義議員より14日の一般質問の発言に関し一部訂正の申し出がありますのでお聞き取り願います。白木和義議員。おはようございます。9月14日の私の一般質問で、6月定例会の上岡忠議員のトンネル構想でなくオープンカット構想でございますの部分に、一部オープンカット構想が欠落していましたので、6月定例会の上岡忠議員はトンネル構想および一部オープンカット構想でありますが、私はすべてオープンカット構想でございますに訂正をお願いいたします。以上でございます。以上で発言の一部訂正の説明を終わります。ただいま発言の一部訂正の説明がありました。議長においてこの発言の一部訂正については説明のとおり訂正することにいたします。日程第1第1号議案から第44号議案、諮問第1号から諮問第2号、議員提出議案第1号から議員提出議案第2号、並びに6月定例会より継続調査の所管事項調査、以上の案件を一括議題といたします。これより以上の議案および各委員長報告に対する質疑に入ります。今回、質疑通告書を提出された議員は4名です。決算書、予算書においては、はじめにページを示してから質疑されますようお願いいたします。今城照樹議員。おはようございます。それでは、4件ほど質疑をさせていただきます。まず、第1号議案、ページ数が19で、平成26年度一般会計決算についてでございますが、府の欠損処分額は、25年度と比較して、5000万円余り少ない、2100万円となっております。内訳は、消滅事項、執行停止、納税義務の消滅などで約2100万円余りとなっておりますが、納税者は、外数で、どのくらいいるのか、また特定の人が占めているのではないか、お聞きします。次に、同じく、19ページ、一般会計決算で、一貫二項一目、滞納繰越額は、前年度比で約、25% で、3800万程度減少していることは評価できますが、そこで、滞納繰越分の収納額は、市税、そして固定資産税で約5400万程度の中で、租税再建管理機構の徴収額は概算でどれくらいなのか、26年度、機構への市の負担金は、1750万となっておりますが、次にですが、同じく19ページ、一貫一と二項でございますが、市民税、固定資産税の滞納繰越分で、調停額と収入済額の差が大変この大きいのですが、ちょっとこれの説明をいただきたいと思います。最後に同じく1号議案で、ページ数が96ページ、歳出で2巻1項17目、国土調査ですが、13節の委託料は4500万余りで、扶養額はゼロとなっております。これは、地籍調査という特殊な業務であるだけに、お聞きしたいのは、随時契約でなされているのか、それとも入札か、委託契約の内容を知りたいのですが、
以上で1回目の質疑を終わります。長橋税務課長。おはようございます。今城議員の質疑についてお答えいたします。まず19ページの不納欠損額について市税全部で2100万程度のございますけれど、それに関します滞納者の概数ということがご質問に質疑にあったと思います。平成26年度につきましては、その対象者数が393名でございます。議員のご質疑にありましたとおり、この内容につきましては滞納者に納付資力がなく、また教材不明あるいは相続放棄等により時効を迎えたものの合計となっておるものでございます。続きまして、租税管理機構での徴収額等についてのご質問があったと思います。それにつきまして、26年度につきましては、滞納繰越分の収納額は、市全体で6115万円程度となっております。これに対しまして、租税管理機構での収納分については、1796万円となっておるものでございます。続きまして、1巻1項2目の、調停額と収入済み額との違いでございますけれど、これにつきましては、滞納繰越分の調停となっております。これにつきましては、未収となった税の累計となっておりますので、市税全体で申しますと、現年度につきましては 99% の方に納付いただいておりますけれど、残り 1% は未納として残りまして、その額が翌年度の翌年度に滞納繰越として滞納整理をしていくこととなります。従いまして、現年度のように調停額に対し高額の納付は見込めません。これは先ほど申しましたとおり、滞納者の状況がございますので、見込めないものでございます。ただし、毎年平均して 30% 以上の収納率は確保しておりまして、県平均、これ25年度の県平均でございますけれど、25.4% を上回る状況にはございます。以上でございます。地引きまちづくり課長。ページの、すみません。26年度の決算でございますが、ページの96ページ、97ページでございます。2巻1目10すみません、2巻1項17目のですね、13、委託料でございますが、議員の方からは、この4512万1320円について、契約方法が随契約かと。ということでございますけれども、この26年度においては、4件ほど発注をいたしております。その4件すべてについて、競争入札という手法でございます。今城照樹議員。それでは2回目の質疑をさせていただきます。不納欠損を増やせば、当然これは徴収率は上がってきます。しかしですね、審査意見書に示されているように、不納欠損処分は、負担の公平や自主財源の確保の面で影響が大きく、今後とも法令等に基づき、慎重かつ厳正に対処されたい、安易な処分は厳に慎むべきと指摘されております。納税につながるために、時効にならないよう努力のほどは示されているのか、お聞きしたいと思います。次に、管理機構の徴収額と、調停と収入済み額の差についてと、国土調査については一定理解ができました。ただ、少し気になるのは、
やはりあの機構のやはり徴収額というものが少し少ないんじゃないかという気はします。この1点について2回目の質問お願いします。長橋税務課長。今条議員の2回目のご質疑についてご答弁申し上げます。不納欠損額についての取り扱いについては、当方と税務課といたしましてもこれについてはかなり努力はしておるつもりでございます。先ほどその、どのような形でということ差し押さえ等もかなり頻繁にやっておりますし、その中で現年度は 99% というような状況となっておりますので、かなり慎重な対応はしておるつもりでございます。また先ほどその租税管理機構の徴収額の話がございましたけれど、平成26年度の実績は1796万となっておりますが、平成25年度につきましては2900万の滞納繰越分の収納をいただいております。この滞納繰越分につきましては基本的にこの落ちていくことが喜ばしいことだと考えておりますので、これについては一定の評価ができるのではないかと考えておるところでございます。以上でございます。以上で今城照樹議員の質疑を終わります。次に大西祐介議員。質疑をさせていただきます。議案書の32ページ、第29号議案についての質疑をさせていただきます。今回、マイナンバーの制定によって住民基本台帳カードが個人番号カードに切り替わるわけですが、個人番号カードの再交付についての質疑をさせていただきます。まず1点目として、個人番号カードを紛失した際の手続きの仕方について教えてください。2点目に、個人番号カードの IC チップにはどのようなデータが書き込まれているのか、質問いたします。3点目に通知カード、個人番号カードを紛失した際、個人番号が第三者に知られる危険性がありますが、再交付した際新たな番号に切り替わるのか、もしくはそのままの番号が再交付されるのか、質問いたします。町田市民課長。大西議員の四万十市手数料条例の一部を改正する条例、マイナンバーに関する手数料、あるいは再発行に関する質疑にお答えいたします。まず再交付の手続き、紛失等によりまして、分からなくなったというと、銀行のカードと同じようにですね、まず、市役所か地方、情報機構のデイリスの方にご連絡いただくということが一番最初に行っていただくことで、その後ですね、機構の方で停止をいたします。カードと同じように。そして紛失届という手続きになって、その際紛失等になると警察への紛失の届け出等の証明をいただければ発行がしやすいというところになります。あと IC チップのデータ情報、どんな個人情報等が含まれるかというご質問だったと思いますが、番号カードの裏面にです IC チップがございまして、その中の機能としてましては個人認証機能、これは従来の住基カードと同じ機能がございまして、イタックス等でご利用いただくものが一つございます。これは通信で使うときの、自分であると証明する鍵といいますか、ハンコのような形で利用できると
もう一つが今後29年7月からマイポータルサイトの方に自分の情報がどう利用されたか、使われる、利用者本人であるという証明の ZIP アプリ電子証明機能がつくことになります。あともう2点ですが、件面にはですね、氏名、住所、年齢性別の4情報に加えて、個人番号が番号カードの方には裏面になりますけど、裏面に個人番号、件面の表には写真が入ります。そのような情報をですね、確認するアプリがございます。ということで、基本的な情報のみということで、その他重要な情報はですね、そこには記録されないと認識しております。ただし市町村が独自利用する領域の IC ありますので、そこでは、将来的には図書カードであるとか、保険証機能ということで、そういった券面と同様の内容の情報等になろうかとは思いますが、ちょっと、詳しいところはこれから、勉強したいと思います。すいません。あともう1点、通知カードと、紛失番号カード紛失されて再発行の要件につきましては、番号法の第7条第2項におきまして、個人番号が漏洩して、不正に用いられる恐れがあるときは番号カードの変更が可能となっております。その要件、この内閣の方が法の逐条解説で、具体例を出しておりますが、その1点がその個人番号を扱う者がですね、第三者に対して不正を目的に、情報を流した、これは当然、番号を変えていくということになります。もう1点がですね、個人番号が記載された個人カードが盗まれた場合、それで、当該個人番号が不正に利用される危険がある場合、本人の席じゃなくて、盗まれて、という時の場合、あるいは詐欺、暴力なんかで番号を他人に、そういった、知られてですね、不正目的で使用される恐れがあるというような形の時には、個人番号を変更が可能というような取り扱いでございます。以上でよろしいですか。大西雄介議員。すいません、ちょっと、最後に、ちょっと重複するかもしれないんですが、市民の方の中には、個人番号が、第三者に知られた場合、その番号が悪用される心配をされている方が、いると思いますけど、セキュリティ面等では大丈夫なのかどうか、最後にお願いします。町田市民課長。それでは2回目の大西議員の2回目の質疑にお答えします。番号カードのセキュリティ面の対策についてでございますが、まず先ほど言いましたように、個人番号カードは表面に4情報と、身分証明書機能と顔写真、これで身分証明の機能を有しておりますので、そのカード自体にはいろいろな
お札に近いような偽造防止とか、あるいはコピーをしてもそういった不正が分かるようだと、あといろんな採用パターンでですね、偽造とか防止ができなくなっておりまして、一般的に顔写真がありますので、それを使って何らかの知られて、免許証も同じだと思いますが、本人確認をしないといけない業務がいろいろあろうかと思いますが、その危険性についてはあまりないのではないかというふうに、認識はいたしておりますが、まあ、なおいろんなことが出てきますので、私ども、まあ、慎重に勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で大西雄介議員の質疑を終わります。次に河村一郎議員。18号議案、平成27年度四万十市一般会計補正予算の28ページです。6巻農林水産業費、2項林業費、2目林業振興費、高性能林業機械等整備において、2319万2000円、予算化しているんですけれども、まあ、議案説明におきまして、森林組合と、そして個人に補助すると言われましたけれども、まあ、組合、そして個人に対する割り当てというものが、まあ、あるのかどうかということと、要望によって、まあ、予算を組んでいるのかということ。そして、個人とは一人でも、まあ、対象者となるのか、それとか建設会社等も、まあ、含まれているのかということと、できたら、まあ、機械の種類と個数をお伺いしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。上岡農林課長。私から18号議案、平成27年度四万十市一般会計補正予算書中、28ページ、6巻2項2目、19節の負担金補助及び交付金、説明欄にあります、高性能林業機械等整備、2319万2000円について、お答えいたします。まずこの2319万2000円の内訳でございますが、遠山産業さんに690万円、西沢村森林組合に1600トンで2000円、四万十森団へ29万円、合計で2319万2000円でございます。それぞれ補助の内容でございますが、まず補助率の方から申し上げます。遠山産業さんの690万円につきましては、国が 45%、県が 5%、市が 7.5%、事業主が 42.5% でございます。続きまして、西沢村森林組合さん、この補助率が、国が 45%、県が 5%、市が 42.5%、森林組合が 7.5% でございます。続きまして四万十森林団はですね、県が 50%、 市は0でございます。森団が残りの 50% ということでございます。それと、採択基準ということでございますが、遠山産業さんと、西沢村森林組合さんはですね、県の森林づくりタイプということで、事業主体、補助事業主体が森林組合、もしくはですね、林業者等で組織する団体、つまり、林業事業体ということになります。そしてその事業種目が、高性能の林業機械の購入、それと富山産業さんの機械はですね、油圧ショベル付きのグラップルということでございます。
続きまして、西田村森林組合さんはですね、同じく、森林づくりタイプでございまして、導入の機械は、ハーベスタでございます。これはあの、まあ、枝打ち機能がついた、まあ、ハーベスタということでございます。この、2つともですね、採択基準につきましては主に森の工場で認定された搬出間伐で使うこと、そしてですね、事業費が500万円以上ということになっております。最後に森団でございますが、これもですね、補助対象者は自伐林家等で林業機械のレンタルが対象でございます。この補助対象者につきましては国規模林業推進協議会の会員ということでございまして、会員数は流動してますが、今現在は県内で300人、秦で60人ぐらいの会員がおられます。そういうことでございまして、この自伐林家の方がですね、林業機械のレンタルを行うときに2分の1の県の補助があるということでございます。それと、林業事業体がどれぐらいあるかという質問もございました。林業事業体はですね、県内に72事業体ありましてですね、四万十市内には8事業体あります。この林業事業体は、5年のですね、森林経営計画というものをですね、まあ、策定して市の認定を受ける必要があるということでございまして、今現在はですね、まあ、8事業体にとどまっておりますが、それぞれ、活動をしていただいております。以上です。川村一郎議員。はい、分かりました。まあ、一つはその補助の対象ですけれども、まあ、林業機械の大きさに対する、まあ、制限が、まあ、あるのかというのと、そして今、自伐林業とかというか、やろうとしてるとかいう、やろうかというような思いの人なんかについては、その林業事業体ではないので、その補助対象外に、まあ、なるのかどうかということと、そして、まあ、高性能林業機械とは、まあ、どのようなものが、まあ、あるのかということ、そして、補助を行った機械の、まあ、利用率とか、まあ、実際に買っても、まあ、全然使わないというか、まあ、ほとんど使われてないで、補助があるけん買おうかというような状態みたいなことも、昔なんかのこう補助をもらう中で、まあ、あったようなようでしたので、まあ、そういう機械を買った後の、まあ、実際 の、 チェックというか、そういうようなことはやられているのかどうかということをもう慌ててちょっとお伺いしたいと思います。上岡農林課長。まず機械 の、 まあ、規模というか、大きさですよね。この林業機械につきましてはですね、その性能等がその利用計画に即して適切なものというふうな漠然とした基準になっております。そして基準、まあ、高性能機械 の、 その、種別でございますが、先ほど言いました、西笹村森林組合ではですね、ハーベスターですね、ハーベスター、そして、他にはですね、プロセッサー、そしてスキッター、タワーヤーダ、スイングヤーダ、フォワーダ、そして今先ほど富山産業さんのクラップル、そういうのがですね、まあ、高性能林業機械というふうに、種別をされております。それで自伐林家は対象外かということでございますが、先ほど言いましたようにこの林業機械の導入に関しましては森林組合さん
そしてまたは林業者等で組織する団体、つまり林業事業体、そして専業住宅者ということで、自伐林家は対象外でございます。それと構成の機会は申し上げましたので、あとの費用対効果、費用対効果はですね、実績をちょっと補充要項、今度新しくこれ補充要項、この予算が通りましたらですね、補助要項も今同時に制定しておりますので、その補助要項ちょっと詳しく今見て持ってませんが、他の既存の補助でも大体おおむね5年間はですね、追跡調査してますので、その他の補助要項に倣って追跡調査をしていただく、実績を出していただくということになろうと思います。はい、以上で河村一郎議員の質疑を終わります。次に上岡忠議員。はい、私もですね、議案は18号議案でございます。四万十市一般会議補正予算のですね、ページ数は32ページです。9巻ですね、1項4目のですね、セットが22です。補償費およびですね、賠償金、そこのですね、予算がついているのが、補正でついているのが212万1000円ですが、その根拠をですね、まずはどういう根拠でそうなったのか、聞くところによると電柱が3本移転したいんだとするんだというふうにお聞きをしております。その根拠についてですね、まず1回目教えてください。小松地震防災課長。18号議案、27年度四万十市一般会議補正予算第2号9巻1項4目防災費、32ページの212万1000円でございます。これは旧藤野川小学校のヘリポート整備に伴う支障電柱移転費でございますけれども、その内訳と、根拠とか内訳ということだということだと思います。この補正額の内訳でございますけれども、今回、補正額で計上しているのは212万1000円でございますけれども、当初予算でもですね、200万計上しておりまして、合計で412万1000円、これが移転補償費として今回補正で計上されたさせていただいたものでございます。この412万1000円のですね、内訳でございますけれども、まず四国電力分がですね、一つには新たに増設する電柱、現在は3本なのですけれども、新たに増設する電柱としては5本になります。その5本分とですね、付随する配線等の設置費が261万9千円でございます。それから2つ目が除却費、これは現在ある電柱3本分およびですね、付随する配線等に要する経費でございまして、これが57万2000円でございます。それから3つ目、これはマイナス分、経費から差し引かれる分になってきますけれども、減毛費等としてですね、27万円、これは差し引かれる分でございます。以上、合計いたしますと、四国電力分といたしまして、292万1000円ということになります。それから NTT と強化をしている分がございますので、これにかかる配線の補償費がですね、120万円というふうになっております。以上です。
上岡忠議員。2回目の質疑をさせていただきます。内容については分かりました。私が問うとるのはですね、NTT さんに120万とかですね、電力さんに421万2100全体で引いたもんですので、その根拠についてですね、企業がですよ、例えば見積もりを取ったのか、何が根拠なのか、根拠というんですよ。要は NTT さんの120万はノッソなのか、誰が120万円で決めたのかいうことを問いますで、根拠を示してくれ。大小お金は当初200万も私は知っとるんですから、分かると皆さん知っとるんです。そんな説明なくて根拠を示していただけるんですよ。120万の NTT さんはNTT が120万いるいたのか、どうして120万なのかと、私は意見言うたらいかんらしいですから、高いと思ったんです。その根拠を示していただきたい。2回目の質問を終わります。小松地震防災課長。根拠ということですが、四国電力からはですね、見積もりは今回間に合いましたのでいただいておりますけれども、あの NTT さんに関してはですね、ちょっとまあ関さんが9月当選に間に合わなかったということがございまして、この120万につきましては、過去の実績によるですね、大体これだけになるだろうということで、今回は補正として120万上げらせていただいた経過がございます。上岡忠議員。3回目の質疑を行います。私はですね、今回間に合わった9月の補正につけたその内容については分かりました。しかしですね、ヘリポート大変大事な事業でございます。昨年の1年も前のからかかっとる仕事、1年過ぎてもまだ見積もりさえもらえん NTT からノッソでつけた、そんな仕事をしよってよね、補正を認めれ、なかなか認め難い。私は急に降って湧いた仕事じゃないんですよ。1年も前からこの仕事はやるよ。そこら辺についてどうしてこんなに見積もりが遅くなったのか、ご説明をお願いいたします。小松地震防災課長。遅くなった理由ということでございます。経過をですね、申し上げますと、すみません、ちょっと。失礼いたしました。NTT の方の経過はですね、これは当初予算時の時のことにから遡ってくるわけですけれども、NTT さんの言い分としては、その四国電力がですね、移転先が確定しない以上はですね、なかなかその積算ができないということで、お話がありましたので、当初予算の段階では計上できなかったというところがございました。その後ですね、もちろん我々としてもですね、NTT さんについては補正で当初予算で間に合わなかった分ですね、補正での対応ということについては当然関さんを上げていただきたいという思いがございましたので、再三三し、お話はしてきた経過がございますけれども、残念ながらですね、その内部事情についてまだちょっと私もよくわからないんですけれども、今回もですね、間に合わなかったということがございまして、やむなくという処置としてですね、これまでの実績ということで挙げらせていただいた経過がございます。ちょっと回答になってないかもしれませんけど。以上で上岡忠議員の質疑を終わります。
以上で通告のありました議員の質疑を終了いたします。質疑されました議員の質問に関連して質疑はありませんか。小出典子議員。すみません、関連いたしまして、先ほどの大西議員の質疑に対しまして、第29号議案に関連しまして、一つだけお尋ねしたいと思いますが、先ほど課長の方から詳しく答弁がありましたので、理解いたしました。で、その中で1点だけ、今回のこ の, マイナンバーのこの個人カードにつきましては、その認証制というのは一方的なような形もするわけですが、そこで例えば、銀行のですね、カードであるとか、最近、免許証もですね、暗証番号ということになっておりますが、そういったですね、個人がまあそのしか、まあ、のみしか分からないような部分の、そういった暗証番号というのはですね、今回はまあ設定はないのかどうか、それだけ1点だけお願いします。町田市民課長。これで議員の、番号カードの暗証番号についての質疑にお答えいたします。番号カードの暗証番号は4種類ございまして、認証、個人認証、電子証明に関しては6桁から12桁のまで、入力できる、スマホ等で、ID ログインする際の ああいった形の番号設定になっております。あと3種類、券面の補助アプリや重機アプリ、それについてもそれぞれ3種類の設定ができるようになっております。ですので、パスワード等、そういったことは大切に保管いただいて、個人番号カードはですね、なくさないようにしていただきたいと思います。大事なもので、以上です。小出議員。はい、ありがとうございました。この先ほどありました暗証番号、種類が多いようでございますが、これもう全員、市民全員がですね、番号来るわけですけど、全員がこの暗証番号、パスワードは保持しなければならないということながらでしょうか。町田市民課長。それでは小出議員の2回目のご質問にお答えします。暗証番号につきましては、ご希望される方の によって、認証を使わないというようなことが選択できるようになっておりますが、ただ認証というのは、29年7月から自分の情報がどう利用されるか、ポータルサイトへの行って自分の見れたりしますんで、その際はそれぞれご自分でご判断されて、番号カードをご希望する際に、選択できる仕組みになっております。ご希望しない人は黒塗りにしてくださいといった内容でご確認するようになっております。以上でございます。小出典子議員。すみません、3回目最後ですが、一緒に聞けばよかったんですけど、この暗証番号につきまして、今回今その選択できるというのも今、課長の方からありましたけれども、例えば入院されている方、施設に入っている方、また介護を必要とされている方、いろんなパターンがあると思いますが、例えば今回についてはですね、その認証、パスワード、暗証番号を希望しないけれども、その29年からの運用制度にのっとった場合の途中からのこの暗証番号とかの設定というのはですね、できるのか、その辺だけ最後1点お願いします。町田市民課長。小出議員の3回目の質疑にお答えします。番号カード取得後、
再度暗証番号を設定できるかというご質疑でしたが、申し訳ないです。ちょっとそこまで、詳しく申し訳読み込んでおりませんが、通常であれば役所に来ていただいて設定と重機カードの番号変更などができますので、そういったところで必要に応じて、役所の方で、来ていただければですね、設定は可能ではないかと、ちょっと申し訳ないです。確定的なご答弁はできませんが、そういう取り扱いになろうかと思いますので、よろしくお願いします。以上で小出典彦議員の質疑を終わります。他に質疑者はありませんか。上子議員、自分のこと以外ですかね。はい、上岡忠議員。自分の側ではありません。河村議員の関連でですね、質問をさせていただきます。私のですね、聞き間違いかもしれませんが、聞き間違いやったらすみませんが、それぞれの高性能の、ね、機械の補助率がですね、あるんですね。国の方は 45% ずつで大取るんですが、うん、市の方がですね、事業体とその新肉目と随分と違いがあったような気がいたします。そのことについてですね、もう一回、補助率を聞き間違いいただきませんので教えていただきたい。2回目の質問でそれが多くおればですね、内容についてお聞きしたいと思います。上岡農林課長。上岡忠議員の質疑にお答えいたします。補助率は聞き間違いではございません。遠山産業さんにはですね、市は 7.5%、 片や西沢村新人組合には 42.5% でございます。この違いはですね、あ、そうですか。はい、以上です。上岡忠議員。どうしても3回やりたい件、あのですね、なんでその違いがですね、あまりにも極端なと思うんですが、私は違いについてどういう経過があってですね、過去にもそうやったと思うんですよ。で、どういう経過があるのか、経過とですね、合理的な根拠についてご説明をお願いいたします。上岡農林課長。この違いでございますが、この西佐村森林組合の方から申し上げますとですね、この西佐村、合併前でございますが、平成2年からですね、平成6年まで、林業振興基金というのをですね、西沢村森林組合が5000万円、当時の西沢村が5000万円、合わせて1億円の林業振興基金を積み立てておりました。この目的は、西沢村の林業の振興及び活性化が、主な目的でございます。当時は、果実運用ということで、6% ほどの利がありました。その果実運用でですね、林業の活性化を行っておりましたが、ご存知のように今現在ではですね、わずか 0.3% 余りという金利になっております。この1億円積み立てておりましたが、現在残っている基金としましては2500万円余りでございます。それまでいろいろ林業振興に使ったということで、2500万円ぐらいが今基金として残っております。ただこの基金をですね、使うには、地域限定という制約がございまして、
今回ですね、西田村の森林組合が高性能の機械を導入するにあたりまして、この基金を譲渡するということが、まあ、お約束事であります。つまり国県が 50%、 残りの 50% の 85% をですね、この基金を充てるということで、結果 42.5% の市の負担となっているわけでございます。以上です。以上で上岡忠志議員の質疑を終わります。他に質疑者はありませんか。安岡明議員。小出議員に続いて一点お聞きします。マイポータル制度というんですかね、不正に使用されていたということで、いわゆる紛失したとか、あるいは何かのミスで、こちらのミスで不正に使われていた場合とか、いろいろあろうと思うんですけれども、不正に知らない間にこの使われてたと、損害出たと、まあ、こういう場合ですね、まずどのように申し出るのかというんですかね、手立てはどんなのかという点をお聞きしたいと思います。町田市民課長。安岡議員の番号関東に関するもので、知らない間に不正されていたものをどう発見するかという、使用されていたかどうかを調べる制度ですね。そこで不正に使用されていたと、ちょっと小休にします。正解にいたします。すみません、安岡議員のマイポータルサイトに関するご質問ですが、マイポータルサイトは個人情報がですね、自分がどういったことで行政とかそういったことを利用されたかを確認するサイトでございまして、不正等を使用されたという確認するところではございません。ですので、自分がどういった個人情報等がそこで利用されたか等を、まあ、確認できるサイトということで、ご理解いただければと思います。以上で、続いて、今の、すみません、ちょっと待ってください。安岡明議員、はい、今の説明で了解しましたけれども、この不正に利用されて、いわゆる年金問題とかいろいろな問題で、情報が漏れてですね、被害被るというこの制度によってですね、まあ、そういう場合の手立てはどうなのかということで聞いたんですけど、それはいかがでしょうか。町田市民課長。安岡議員の2回目の質疑にお答えします。個人番号カードに搭載される情報は、年金情報とかそういった重要な情報はカード自体には搭載されませんので、あとは年金番号の流出等でも、漏洩がありましたが、年金との情報連携につきましては、法の施行がですね、29年1月から、最大11ヶ月延長された間に、またそういった情報セキュリティの強化等がされるように承知をしておるところでございます。以上で。
いいですか。以上で安岡明議員の質疑を終わります。他に質疑者はありませんか。質疑なしと認めます。よってこれにて質疑を終了いたします。いや、今もうやってください。やるんだったらやります。質疑やりますか。質疑ありますか。いや、あります。ない。え、委員長も含めてですよ。あ、元へ帰ります。他に質疑者はありませんか。上岡礼三議員。16番上岡ですが、委員長報告の点について質問いたしますが、というのは、はい、召喚にいたします。上岡礼三議員。16番上岡でございますが、実は委員長報告は通告がなくてもかまんという私は認識に立っておりましたので、大変申し訳ありませんか、委員長には。そういう点で質問をさせていただきますが、委員長報告の3ページをお開きください。ただし私は総務でございますので、総務の自分の関係については質問ができませんので、まあ、そういう点は理解をしておりますので、あと産経と教民は、まあ、その他ありますけれど構わんわけでございますが、そこで3ページの下から8行目ですが、次に8月11日に開催しました委員会ということで、うんうんと書いております、報告されておりますが、この中で執行部から説明を受け調査を行いましたということで、ただの公衆トイレの関係が出ております。このことについて現地へ委員長が行って昼か夜かどういうところで見てきたかということもまず一点聞きたいことと合わせて、その下に夏場は虫がたくさん来るので、少なくとも電灯をつけると虫が来て、休憩の場所なんかは無水の死骸がたくさん積もるもんで大変ですから、いわゆるそういうことで電気を少し落とすという表現でありますが、少し落とすということは何灯かある中で一つにして明かりがついておるのか、本当に落とすということになると全部切るのか、まあその点についてのことをまずお聞きしたいのでございますが、一つよろしくお願いします。小出産業建設常任委員長。それでは上岡礼三議員からの1回目の質疑に対しまして、ご答弁を申し上げたいと思います。委員長報告の3ページでございますが、産業建設常任委員会におきまして8月11日の委員会の中で所管事項の調査の内容の中で、大西委員の方からこの佐田公衆トイレにつきましてゴミ等の問題に対する意見が出されまして、それについて調査を行いました。でその所管をしております所管課からの答弁をいただく中で、このような委員長報告を書き上げたことは事実でございます。で今先ほどご指摘がありました、調査ということで、現地へ行ったのかということは大変申し訳ございませんが、現地は行っておりません。これは事実でございます。で通告をいただきましたので、所管の方で調査を確認をいたしまして、
ご答弁申し上げますが、当初はですね、この内容通り、街灯の明かりを少し落とすような状況であったようでございますが、その後、やはり夏場ということで、大変虫が、たくさん多いということで、この、トイレの前にあります門灯でございますが、当初はですね、設定が夕方からですね、夜10時までの、設定になっておったようでございますけど、その門灯の電球は今、現在外している状態でございます。ただし、トイレはですね、中はセンサーによって、電気がつくようになっておりますので、トイレの使用については差し支えないという、そういう、回答をいただいております。ご指摘のとおりですね、所管事項の調査でございますので、その言葉だけではなく、現地での調査ということをですね、今言われたと思いますが、今後はこのようなことに対しまして、十分確認をした上での、委員長報告となるよう努めたいと思います。以上でございます。上岡礼三議員。なぜこういうことを言うかという、質問するかということになりますと、実は大変地元の皆さんが明かりが全くトイレのところの休憩所についてないということで、もしかして今全国で毎日新聞を見るにつけ、本当に人をいじめたとか言うならいいですけど、刃物で刺すとかそういう大きな事件がたくさんありますので、そういうことがあったらいかんということを皆さんがおっしゃっておるわけです。それで私のところに言うてきまして、何回か私も困りまして、現地へ昨日の質問でも言いましたように、夜1回昼2回行きまして現場を見てまいりました。少なくともトイレは男女も人感センサーといいますか、その明かりでパッとつきますし、いいですが、こちらの駐車場のところは全く明かりがついておりません。ただし沈下橋の両岸には街灯がついております。ですので、いわゆるそこのところに明かりをつけてほしいというのが皆さんの考え方でございます。私は今は全国的に町であろうが田舎であろうが、どこでも人を刺すとか殺すとかいうのがありますので、地元の皆さんはそのことを心配して、特に夏場はよく遅くなっても沈下橋へお越しいただく方がたくさんおるようでございます。ですので、そういう点で冬場になるとまた虫もおりませんが、そういう危険性があることを考えたときに、このことを少し皆さんが真剣に考えければ、四万十市というところは危ないところだというようなことがあったら、いわゆる観光客の方も減ることになるというふうに思いますし、そういう点で申し上げたのでございますが、本当にこの中で報告されることは、いわゆるここにありますように、公園管理公社が委託しておりますが、私はちょうど現地へ行ったときに清掃の方が来ておりました。5、6人車で、丁寧に挨拶しまして、きれいにしてくれとるなと、本当にご苦労さんですという挨拶しまして、帰りましたが、本当にその皆さんは本当1週間に1度らしいですが来て清掃しております。本当にきれいに来ておりますので、私は感謝の気持ちでお礼を申し上げましたが、本当にああいう場でございますので、昨日も関連したことを申し上げまして大変恐縮しておりますけれど、お互いのこの観光地と言われるような四万十川周辺では本当に水泳の事故はありますが、その他四万十市では傷害事件とかそんなことが全くありませんので、素晴らしい環境の町四万十市にしていくことをお互いで協力し合っていかなくてはならないというつもりで申し上げておりますので、もう一度ここの明かりのことについては検討いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
ここへ言うようにしたらよ。それで理解で、え？まあ、かなり一般質問でもできる話でしたので、まあ、そこはよろしくお願いしたいと思います。以上で上岡霊三議員の質疑を終わります。他に質疑者はありませんか。質疑なしと認めます。よってこれにて質疑を終了いたします。これより議案の委員会付託を行います。お諮りいたします。諮問第1号し昇級昇級にします。正解にいたします。これより議案の委員会付託を行います。お諮りいたします。諮問第1号諮問第2号議員提出議案第1号議員提出議案第2号については会議規則第37条第3項の規定によりこれを省略したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって諮問第1号諮問第2号議員提出議案第1号議員提出議案第2号の委員会付託についてはこれを省略することに決しました。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案のうち委員会付託を省略した議案を除く議案については付託表に記載のとおりそれぞれ所管常任委員会に付託することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することに決しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日9月18日は教育民生常任委員会審査、19日20日は土曜日日曜日、21日は敬老の日、22日は国民の休日、23日は秋分の日でそれぞれ休会、24日は産業建設常任委員会審査、25日は総務常任委員会審査、26日、27日は土曜日、日曜日、28日は委員会審査結果の取りまとめのためそれぞれ休会、29日午前10時会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労様でございました。